右やからな。必ずそれをやってくるはず。まず壁まで行ってくれ。一方的にやられてます。突っ込んでこなかったな。ちょっと今のもったいなかったね。勝ち筋あったな今のはね。よし、壁来た、壁来た。そうか、こいつはその暴れがあったな。死んだ。しゃがみ暴れをこうどういなすかって課題なんですよ。なんで今当たった。マジマジ。なんで浮いてる。ここはもらったようなもん。あれ逆ワンツー RK 出してこねえな。そうか、それをしゃがめんといかん。うおー、そう、餌か、今の餌か。スライディング、ああ。だって、リュークランブしたいんだよ、それより。ファッ。あ、いかんか。しゃがんだふりして。あ、いかんな。なんか覚えられてるかな。飛んだ方がいい。いい案件かもしれない。あー、マジか。置きがないと判断したから6組。やばい。マジか、崩しに行くのが早い。マジ。ヒット確認しかないですね。そうそう、ヒットしたら。ああ、そういう仕込みか。ヒット確認をして中段を当てるしかない。え、なんで今ヒット確認して中断したのに使ったっすな。バカな。あれ、やべやべ、これしょうがないな。壁でこれさ、壁2択でこれさ、僕はそういうキャラやかな。早めに飛ばないかんから。
起き上がりがうまいな、ちょっと起き上がりの攻防で。起き上がりの攻防で勝てんぞこりゃ。起き上がりがうまい。引き攻め放棄した方がいいかも。マジか。あ、イングレッドさんこんばんは。すいません、そうそう不甲斐ない戦いを見せてごめんね。マジか、強いな。いきなり、いきなりジャンボを食らいますか。アビシウムスペシャル。マジで強い。うん、そう、このヒット確認ですよ。そう、これを浮かさないかんちゃう。あー、これこれこれが、これを浮かせ、右にかわせないといけないですね。これ一回ジャブ投げを見せたから、次はあら、よし、スプリングキックしてくれ。あー、よう、よう投げ食らってくれたな。おお、マジか。まあ投げをしたのと同じ状況だよね。あ、早い、出すのが早い。あれを誘わなきゃな、ジャブであれを誘う。マジか、壁際やね。マジか、これそう。違うやな、違うよ、ライトしたかったのに。うまい、あ、バババババパンチ。あれ、いや、この位置はないよ。あ、そんなあんの。壁のユイルがアホに強いもん。マジ強い壁のユイル。俺もそれを使ったからな。あれにやられても、さわ、この先生の触り技は、あ、これっすよ、リュウコランプ、これっす、俺がやられてる、これっす。ちょっと超集中して。マジか、こういう時こそスペイン、ステップインガードやろ、ね、これ
こういうところ。ここでは出さんでしょ、それは。ジャブの後あ、もったいない。いった。我慢できんやった。そこで重い技を出したいかい。ショートアッパーを。マジか。下段と思ったな。マジで。読み合いがすごい上手なんで、これはちょっともらった、すみません。読み合いがすごい上手いからな、この人。これ本当は浮くんだけど、俺の技術ではちょっと浮かせられん。ほら、あ、今こそあれをやろう、ジャブ浮かしよう。どういうこと？そう！それっすよ。それを多分ここジャンス出してくれよ、なんか。あ、違った。ちょっと新しいパターンが。マジか。そうね、これ新しいパターン。横移動でスカッて、あのワンツーを待ってってやつな。新しい生活みたいな。じゃあスプリングキックしてくれ。ゲッツ。今のはワンツー出しといてよかった。ゲッツ。さあ次はそのワンツーは多分かられるんで、しばらくボタン押さない。あ、危ねえ。あ、久しぶりに来た。今何の後にスレッパやったっけ。お、マジで。それまだ健在やな。起き上がってきたっつ。起き上がりにジャブを重ねるってとっても弱い行為だよ。仕込んでおいてくれね。ここからワンチャンあるか。あー、なんか。ここやろ。
マジか。あ、しまった。今のコンボを見せて迷った。あ、こんばんは。ハクビさん、マメチーとの特訓はいかがですか？おべ、マジか。頑張って避けたのに。いろいろとうまいな。芸が多い。芸が多いな。ラストラウンドでそれか。じゃあこれが当たんねえんだよね。しかし、ああ、いかん。なるほど、仕込んどるね。今のはダメ。もっと早い段階でやる。マジか、こういうの逃さよね。マジか、いかな。壁に自分から行くは絶対ないわ。近距離で張り付くしかないね。それ、しまった。それ、誘いやな、あれは。大きいか。でも近距離で張り付くしかないよね。マジか、それを捌くか。まずいまずい。無理やり通すしかないな、こういうの。で、今なんで当たった？おお、この昇格戦絶対止めたるで。ちょっと横に強すぎだよそれ。あ、もったいない。連携が多いんだよな。
ここはしょうがない、もう投げはしょうがない。冷静だね。違うよ、間違った。せっかく声上手だよね。さっき今度俺が降格だ。負けすぎた、さすがに。ちょ、いきなり。マジか。マジか、思いっきりいいな。もうだから中段は当てるしかないんだろうか。こういうところでちゃんと、マジ？うまいな。いや、うまいっすよ。俺が知ってる僕の中でもこんな強敵とは戦ったことがない。マジか。